鹿児島市が新たな候補地として検討を進めている鹿児島港本港区の北埠頭でのサッカースタジアムの整備について、塩田知事は今日の県議会で多くの課題があるとの見解を改めて示しました。鹿児島市は新たなサッカースタジアムの整備について、鹿児島港本港区のドルフィンポート跡地と住吉町15番街区を候補地から除外し、新たに県有地である北埠頭を候補地として検討を進めています。これについて今日の県議会で塩田知事は、県が進める本港区エリアの開発コンセプトと整合性が取れないなどとして、北埠頭でのサッカースタジアム整備には多くの課題があるとの見解を改めて示しました。稼働状況が年間の半分にも満たないということを踏まえますと、年間365日にぎわう拠点を形成することを開発コンセプトとした同エリアのグランドデザインとの整合性、また奄美機械航路や上屋を移転しなければならなくなるなど、多くの課題があると考えております。